今回は、ママ友関係の、スカッとするお話を、2本ご紹介します。最初はこちら。家に空き巣が入り、娘の服だけが盗まれた。後日、犯人が、登場人物一覧。私、娘、A ちゃん、A ちゃんママ、A ちゃんパパ。私は、夫と娘の3人暮らしをしている。あれは、娘がまだ小学生に入る前。その頃の私は、娘の将来に少し不安を感じていた。現在、高校生の娘は、今でこそ明るい子に育ったんだけど、当時は、他の子におもちゃを取られても、黙っているような、消極的でおとなしい子だった。私、このままだと小学校とかでクラスに馴染めなくなったりするのでは、そう心配していたある日、知人の子供が、劇団に入っていることを教えてもらった。私、多くの人とも関わる機会が増えそうだし、劇団に入るのもありかもしれない。そう思い、早速娘を、劇団へ入れることにした。入りたての時は、すごく嫌がってたけど、実際に入ってみると、そこまでスパルタな劇団ではなかったので、お遊戯感覚で通えた。娘も、次第に劇団の日が楽しみ、というようになっていたし、娘が明るくなっていくのを見てたら、私も嬉しくなった。そこで知り合ったのが、A ちゃんのママ。A ちゃんは同い年だけど、娘より、3年ほど早く、劇団に入団していて、テレビにも少し、出演経験のある、先輩女優さん。A ちゃんママも、綺麗でスタイルも良くて、そのことを本人に伝えてみると、元タカラジェンヌだったことを教えてくれた。それは容姿端麗なわけだ。A ちゃんも、そんなママに憧れて、劇団に入ったとのことだった。A ちゃん家族とはその後、娘同士も仲良くなっていったので、お互いの家で、お茶をするまでの間柄になった。私、こんな美人親子と、仲良くなれて嬉しいな。本当に何もかも、劇団のおかげだな。劇団に通い始めて、1年経った頃、劇団の方から、子供向けの番組のオーディションに受けてみないか、と打診された。性格を直す目的で始めたのに、本格的に番組とか出るようになったら、どうしようかと悩んでいたが、A ちゃんも受けるらしいし、娘もすでに受ける気満々だったので、受けることにした。だが、オーディションの結果、A ちゃんは受かり、娘は落ちてしまった。A ちゃんママ、残念だったね。まあ、まだ始めたばっかだし、いくらでもチャンスはあるよ。A ちゃんママには、そう慰められたけど、私は、娘が落ち込んでいないか心配だった。娘、オーディションダメだったけど、楽しかったよ。また受けたいな。と、心配するまでもなかった。むしろ、オーディションを初体験できて、娘はご満悦そうだった。私自身も、消極的だった娘が、こんなにもポジティブで、明るい子になったと実感できたので、とても嬉しかった。ところが、しばらく経ったある日、驚愕の幸せが舞い込んできた。なんと、前回受けたオーディションとは別で、映画の子役としての、オファーが舞い込んできたのだ。聞いた話によると、映画の関係者が、子供向け番組のオーディションを、たまたま見ていたらしく、楽しそうにオーディションを受ける娘を見て、この子がいい、と思ってくれたらしい。私、娘が映画の子役なんて、本当にできるのかな。不安には思ったけど、娘もこの知らせにはとても喜んでいたし、やってみたいと言っていたから、私は娘の意思を尊重した。セリフは一言だけの役だったけど、初めての映画撮影だったので、最初娘はとても緊張していた。それでも、役者さんや映画関係者の方たちが、よくしてくださったおかげで、楽しく撮影を終えることができた。娘も満足した様子で、娘、映画、とっても楽しかった。また出たいな。と、これからの教室に意欲を見せてくれていた。それからというもの、映画出演をきっかけに、娘にはちょこちょこ、ドラマのオファーが来るようになった。私、娘はこれから大女優の人生を歩むかも。と期待半分、不安半分の日々を過ごしていたある日、事件は起きたのだ。ある日、家にある娘の服が、ごっそりとなくなってしまっていたのだ。私、え？変質者の空き巣？私はパニックになって、警察に通報した。近頃、周辺で、空き巣被害が多発していたこともあって、警察はすぐさま、自宅へ駆けつけてくれた。盗まれた服を確認してみると、劇団の時によく着ていたものが、ほとんどだった。私、娘の女優業のせいで、ファンから盗まれたんじゃ。と不安になったし、家に入られた事実が怖くてたまらなかった。警察から事情聴取を受けて、当日、何か変わったことがなかったか聞かれたが、その日は、お昼に我が家で、A ちゃんママとお茶をした後は、何もなかった、と答えた。ちなみに、娘が劇団に着ていた服のほとんどは、アパレル関係の仕事をしていた、旦那の妹が作ってくれていた、オリジナルの服ばかり。その服は劇団でも、副効果でドラマ出演にも繋がったんじゃないか。と言われるほど、評判が良かった。だから、ファンがこの服を衣装と勘違いして、盗んだとしても、納得できるなと思っていた。怖かったので、このことはすぐに、A ちゃんママへ、メールで伝えた。A ちゃんママは心配したのか、すぐに折り返しの電話があった。A ちゃんママ、大丈夫？本当に災難だったね。私、うん。今のところ、娘の服だけだけど、警察にも届けを出したのよ。A ちゃんママ、ちなみに、私が昼間に着ていたことも、警察には話したの？今、思えば、どう考えてもおかしな質問だったけど、この時点で私は、みじんも A ちゃんママのことは、疑ってなかった。私、もちろん、家の中の指紋も証拠になるし、家に来てくれた人のことは伝えたよ。A ちゃんママ、そう、それから1週間、事件の進展は、ないようだった。
変わったことといえば、あの日から、A ちゃんが劇団を休んでいたことくらい。A ちゃんママにメールをしても、返信はないし、劇団も、欠席の連絡はなくて、無断で休んでいるようだった。私、まさか、A ちゃんママが盗んだんじゃないか？私はその時、やっと A ちゃんママを疑い始め、真相を知るために、A ちゃん家に行ってみることにした。すると、そのタイミングで、警察から事件の進展があった、と連絡があった。残念なことに、私の予想は的中した。犯人は、A ちゃんママだったのだ。だが、なぜか A ちゃんママは、現在重症で、入院中とのこと。その日の夕方、警察が A ちゃんパパを連れてきて、謝罪と経緯を教えてくれた。A ちゃんパパの話によれば、A ちゃんママは、私の家に来ていた時、私が席を外している隙に、娘の服を盗んだそうだ。A ちゃんママは、服くらい盗んでもバレないだろうし、まして、犯人探しなんてしないだろう、と思っていたそうだ。でも、私が家に警察を呼んで、指紋まで採取したことを聞いて、やばい、と思ったらしい。どうしようかと思ってた矢先、警察が A ちゃんママのところに、指紋を採取しに来たそうだ。指紋照合されれば、真っ先に自宅へ捜査が入り、バレてしまうと思い、焦った A ちゃんママは、服を燃やしてしまえば、足はつかないし、指紋もよく遊びに行ってるから、と言い逃れできると考えた。A ちゃんの家の庭で、服にガソリンをかけて燃やして、証拠隠滅を図ろうとしたが、隣で服を燃やす際、その火が、A ちゃんママの髪の毛に引火した。現在は、喋れるまで回復したけど、当時は、命も危ない状態だったらしく、火傷の跡も残ってしまうそうだ。私、A ちゃんママのことをずっと信じていたのにどうして？私は、A ちゃんママが娘の服を盗んだ動機を、A ちゃんパパに聞いた。A ちゃんパパ、熊は、元宝ジェンヌではありましたが、トップスターになれなかったことを、ずっと悔やんでいたんです。だから、娘が生まれた時、娘を絶対にスターにすると、息巻いていて。娘も、劇団が楽しいと言っていたので、私も何も言わず、二人の夢を応援していたのですが。しかし、最初は順調だった芸能活動も、突如、私の娘が現れ、入団早々に、ドラマへの出演をした。そのあたりから、A ちゃんママの様子は、おかしくなっていったそうだ。A ちゃんパパ、妻は、異様に焦っていて、娘にもきつく当たるようになって、娘も、劇団が楽しくないと言い始めて。焦った A ちゃんママは、考えた結果、可愛いオリジナルの服を着ていたのが、オーディションに受かった理由なんじゃないか、と思い、今回の事件を、起こしたそうだ。燃やされた服は、すべてハンドメイドだし、当然帰ってこない。仕事の合間に、義妹が一生懸命作ってくれたものだったから、すごく悲しかった。A ちゃんママには、燃やした服の弁償だけしてもらいたかったが、どうやら開き直って、自分は悪くない、と言い始めているのだそう。それどころか、A ちゃんママ、あの人に追い詰められて、こんな事件を起こしたのよ。あの人のせいだ。こうなったのも、全部あの人のせいよ。と、私のせいにしているそうで、謝罪の言葉を聞くことは、できそうになかった。この事件以降、娘はすぐに劇団を退団し、A ちゃん家族とは、一切の交流を断った。A ちゃんママは、すでに罰を受けているだろうけど、到底、許せるものではなかったから、被害届は取り下げなかった。治療が終わったら、裁判に持ち込まれるみたいだけど、不法侵入も含めると、前科持ちは間違いないらしい。結局、A ちゃんパパは、A ちゃんママに離婚を突きつけ、その後、二人は離婚。A ちゃんも劇団を辞めて、A ちゃんパパの実家で、暮らすことになったそう。まさか、こんな事件に巻き込まれるとは思ってなかったし、仲良くしてくれた人だったから、どうすればよかったのかなって、ずっと考える。A ちゃんママが、その後どうなったのかは知らないけど、私は、自分の夢を娘に押し付けることだけは、しないでおこうって思った。次のお話はこちらです。死にかけの俺を放置し、ママ友と旅行に行く妻。翌日、ママ友が病院に見舞いに来た。妻は、登場人物一覧。俺、妻、息子、弁護士、義父、義母、看護婦。俺は、妻と息子の3人で暮らしていた。実は、最近体調が悪く、病院に行ったのだが、どうやら、入院が必要らしい。最近仕事が忙しかったし、無理がたたったのだろう。入院が必要らしい。と妻に言うと、妻、そうなの、わかったわ。特に、何も詳しく聞かれなかった。来週から入院することを言い、入院の準備を始めた。そして、入院の日の前日、妻がなぜか、キャリーバッグに荷物を詰めていた。何をしているのか、と尋ねると、平気な顔でこう言った。妻、ああ、私明日から、ママ友と海外旅行だから。俺、はあ？最初は、何を言っているのかわからなかった。しかし、パスポートなどを用意していることから、それが事実であることを知った。俺、おい、待てよ。俺は明日から入院なんだぞ。そう言うと、妻、看護婦さんがいるから、別に私はいらないでしょ？と言ってきた。一体何を言っているんだ、と自分の耳を疑った。旦那が病気で入院するのに、自分だけ遊びに行くと、平然と口にしているのだ。俺、子供はどうするんだ？妻、私の実家に預けるから、安心して。なんでもっと早くに言わないんだ、と彼女を責めると、彼女は逆切れしてきた。妻、この旅行は、もともと決まっていたもので、入院することになった、あなたが悪い。と、そう言った。呆れて言葉が出なかった。しかし、明日は入院だ。仕方なく、旅行に行くことを了承し、子供を預けるなら、実家に挨拶をしたいと言った。
しかし、自分が海外旅行に行くことを、妻の両親には秘密にしていた。妻の両親は、真面目で旦那がこんな時に旅行に行く、なんて言えば、何を言われるかわからないからだろう。時間がなかったこともあり、そのまま一人で、病院に入院した。看護婦。大丈夫ですか？俺。ええ、すいません。いろいろと。看護婦。いえ、仕事ですから。必要なものを、妻に持ってきてもらうことができないので、友人に頼み、必要なものがあったら、持ってきてもらうようにしていた。そんなある日だった。近所のママ友が、お見舞いに訪ねてきたのだ。俺、あれ？みんなで海外旅行じゃ、ママ友。え？いいえ、そんなのないはずですけど。その時、ママ友旅行が嘘だと知った。おそらくは、浮気だろう、とそう思った。なんでそんなことが言えるのかは、最近の妻の行動だ。最近では、毎日飲み歩くようになり、帰りも遅かった。怒りを通り越して、呆れてしまった。まさか、自分の旦那の入院をいいことに、浮気をするなんて。もう妻とはやっていけないと思い、とある計画を立てた。数日後、予定通り、旅行から帰ってきた。あらかじめ、空港で待ち伏せをし、妻が、空港から出てくるのを待っていた。そして、出てきた瞬間、声をかけた。俺。おい。妻。あ、迎えに来てくれたの？ありがとう。俺。すぐ車に乗れ。行くぞ。妻。え？どこに？そう言って、車に乗せて連れて行ったのは、弁護士事務所だった。そこには、弁護士と、妻の両親が待機しており、妻は、一体何が何だかわからない様子だった。妻、え？何？俺、大事な話がある。お前、俺が入院している間、他の男と、不倫旅行に行ってたな？妻、え？行くわけないでしょ？ママ友と行ったのよ。妻の父親が切れた。義父。そもそも、旦那をほっといて、海外旅行とは何事か。そう言った義父に、妻はビビっていた。そんな義父をなだめ、弁護士が話し始めた。弁護士、奥さん、旦那さんは、あなたとの離婚を望まれています。妻、え？なんで？なんで？本当にわからないのだろうか？自分の怒りを抑えながら、お前のような信用できない奴とは、これからやっていけない、と説明した。すると、そこまで悪びれる様子もなく、簡単に離婚に納得した。おそらく、別れても不倫相手がいるからいい、とでも思ったのだろう。弁護士、それでは、こちらにサインをお願いします。妻、まあ、仕方ないわよね。別れたいなら。そう言って、離婚届にサインを書いて、判子をした。その瞬間、すぐさま弁護士は、書類を回収し、次の話をし始めた。弁護士。それでは続いて、奥さんの不倫についてです。旦那さんは、慰謝料として、400万円の、支払いを求めています。妻、え？なんでよ？私、不倫なんかしてないわ。よほど、バレない理由があったのだろうか？それとも、単純にバレるわけがないと思ったのか、定かではないが、妻がそう言うので、探偵に頼んで、集めてもらった浮気の証拠を叩きつけた。俺、これでもまだ、同じことが言えるのか？妻、バレてたの？俺、ああ、おそらく相手の奥さんにも、この話は言ってるから、今頃あっちも、離婚調停中だろう。すると、だんだんと焦り始めてきていた。おそらく、慰謝料なんて請求されるなんて、思ってもみなかったからだろう。妻は、それだけのことを俺にしたんだ。それに、今まで俺の金で、散々いい思いを、その不倫男としたんだ。400万円くらいは、返してもらわないと。妻、あの人とは、遊びだったのよ。だから、慰謝料なんて請求しないで。俺、嫌だね。妻、元はといえば、あなたが構ってくれないのが原因でしょ？俺、何回も休日デートに誘ったのに、来なかったのは君だろう？話を聞きながら、妻の両親はかなり怒っていた。義父、なんで、病気の旦那を置いて、海外なんかに行ったんだ。義母、浮気なんてバカな真似をして、彼に申し訳ないと思わないの？など、責める発言ばかりだった。妻は、そんな両親に、ビクビクしている感じだった。妻の両親は、慰謝料は必ず払うから、と約束してくれた。そして、現在の状況も、弁護士さんが話をしてくれた。弁護士、現在の住居は、すでに売却の手続きを完了しており、1週間以内に、退去してください。妻、え？なんでよ？俺、別れるんだから、別居は当たり前だろ？そう言った瞬間、自分の両親の方を見たが、両親は、浮気をして、病気の旦那放っておく奴の帰る家はない、と首を横に振った。だんだんと、自分の置かれた状態の緊急性を理解してきたようで、顔に焦りが見えてきた。妻、慰謝料は、もう少し減らせないの？400万円は、高すぎるわよ。それに、元は夫婦でしょ？俺、悪いけど、妥当な額だと思うよ。首を横に振って答えた。絶対に、1円も値引きなんてしない。そう考えていた。少しぐらいいいじゃない、と妻は言ってきたが、妻の両親が、みっともないことを言うな、と言ってくれた。弁護士、それと、親権のことですが、旦那さんは、親権を望んでいます。奥さんは、親権を望みますか？妻、別に彼が引き取りたいなら、私はそれでいいわ。弁護士、そうですか。それでは、養育費のことなんですが。妻、養育費？まだ私からお金を取るの？驚いていたが、これは正当な権利だ。離婚した場合に、子供を引き取らなかった方に、必ず発生する費用なのだと、説明する弁護士。それなら、子供の親権を望むと言い始めた。しかし、妻の両親から、あんたみたいな身勝手な親から育てられたら、子供がかわいそうだ。
と親権を諦めるように説得されていた。妻、なんで、なんで私がこんな目に。俺、浮気して旅行に行くからだろ。妻、何の恨みがあるのよ。俺、信じてた妻に裏切られた気持ちも考えてくれよ。それに俺はお前がいない間も一人で病気と戦ってたんだ。自分だけ不幸みたいな感じだったので冷たくそう言った。俺の体調すら気にしていなかった。もしかしたら入院していたことも忘れているのではないだろうか。妻の両親を交えて今後について話を始めた。妻は両親にこっぴどく叱られていた。なんで旦那を大事にしなかったんだとか、入院中の旦那を放っておいて海外に不倫旅行とは何事かと両親はカンカンだった。妻の両親からはこんなことになって申し訳ないとひたすら謝られた。その後俺は離婚し、息子と一緒に今までの家とは離れた土地に移った。最初は母親がいなくて大変かと思ったが、そんなに大変ではなかった。両親や友人に手伝ってもらい、俺はうまく息子と生活をしていた。別れた妻はというと、今回のことがきっかけで実家を勘当されて追い出されてしまったらしい。慰謝料は妻の両親から、娘のやったことは親の責任だと言われもらっていた。今はボロボロのアパートでアルバイトをしながら生計を立てているらしい。不倫相手も同じような目に遭い、お互いにバレたのはお前のせいだと罪をすりつけ合って別れたらしい。なんというか醜い話だ。結局妻は俺が何の病気だったのかも知らないままだった。まあ聞いても来なかったし、どうでもよかったのかもしれない。母親がいなくなり子供がどうなるかは心配だったが、今のところは問題ない。おそらくそこまで妻は子育てに一生懸命ではなかったからだろう。もしまた再婚する機会があったら、今度は失敗しないようにしたいものだ。どうやら俺は女運が悪いらしいので、